はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の素晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、食物繊維かっこ海藻腸活で血流改善&痩せるというね、ちょっと今日は長めのタイトルなんですけどもね、腸活のお話でございます。腸活ね、腸内環境をね良好な状態に保つにはね、まず食物繊維なんですよ。で、食物繊維にはね不溶性と水溶性があって、副交感神経を優位にする点では特に水溶性食物繊維が有効です。そんなね食物繊維にはですね、腸内の環境を整えて脂肪の吸収を抑えますという効果もあります。さらにコレステロール値を下げてくれて、糖の吸収っていうのをね穏やかにする作用があるんですよ。でまたね、食物繊維をね多く含む食材はですね、よく噛むことにつながってくれてね、食事に満腹感を与えてくれて腹持ちが良くしてくれるんでね、これでまた肥満予防にも役立つんです。食物繊維ってことだけですよね。すごいですよ。もう食物繊維の話はね、僕ねめちゃくちゃ知ってます。今までにねたくさんしてきました。でもやっぱりもっと皆さんに伝えたい、そしてまだ皆さんになかなか伝わってないところもありますのでね、まあ手を変え品を変えね、同じ食物繊維の話をしていきますので最後までお聞きください。はい、ではね、その痩せるためにね、その腸活をするために食物繊維を食べるというのはねすごくいいことなんですけども、食物繊維はでもね痩せるためだけのものではありません。なんとですね、どんな些細な体の不調でもですね改善してくれる効能をね持ってるんですよ。例えばね、頭痛、肩こり、便秘、腰痛、慢性疲労、食欲不振などのね、まあ何らかの不調を感じる時ってね、まああるじゃないですか、皆さんもね。これらっていうのは自律神経の問題なんですけどもね、まあ、自律神経といえば先ほども言いました交感神経、副交感神経ですよね。で、まあ、これをね車で例えるとアクセルをグーって踏んでる時の役割っていうのが交感神経なんですよ。でブレーキをキュキュって踏んで止まるね、そんな役割が副交感神経なんですよね。まあ、分かりにくいかな。でこれをまあ体にまた戻すとですね、交感神経が活躍すると心身ともに緊張状態、ちょっとねぐーっと力が入ってるというか、まあね、体がちょっと頑張るぜっていう状態になっているのが交感神経なんですよ。で副交感神経が活躍するとですね、心身ともにねふうっとこうねリラックス、なんか安らいでいるっていう感じの時の状態が副交感神経が活躍している状態なんですよ。というようにですね、この2つの神経はね、まあどちらかがね一方が活躍するともう一方の働きはね抑えられるという状態にあるんです。で交感神経と副交感神経っていうのはね、一日の中でね実はね変動していまして、そのバランスがうまく取れていると心身ともに、調子もよく過ごすことができます。しかしね、現代のストレス社会ではね、こっちの交感神経がめっちゃね活躍しがちなんですよ。それはね、この新型〇〇もですよね、新型〇〇のストレスがねそれに結構追い打ちをかけてくるんですよ。でさらにはこの冬ね、この冬っていうのは体が血管をねギュッとこうね収縮させて温度を上げようとするので、体温をね上げようとするので交感神経の働きがねより一層ね高まりやすいんですよ。でそれってね血圧が上がってることになるんですよ。大変ですよね。で結果的にね、だから自律神経のバランスがねこう乱れていってしまって、あらゆる不調が生じやすくなるんですよ。寒くなったら肩こりがひどいねんとかね、膝痛いねん、腰痛いねんっていう時あるじゃないですか。
あれそういうことなんですよね。血管がキュッて閉まってるからなんですよね。で、これらを回避する鍵となるのが、実は腸なんですよね。で、そしてその腸を活動的にさせてくれるのが食物繊維なんですよ。食物繊維ね。食物繊維をね、多く含む食べ物といえばね、野菜というイメージがね、皆さんにはありますけどもね、僕もそうだったんですけどね。だからといって、これね、野菜をたくさん食べるだけではね、実は腸活に対してはね、効率的とはあんまり言えないんですよね。なぜならね、野菜とか、まあ、穀類と呼ばれるものの多く含まれるものはですね、水に溶けにくい不溶性食物繊維だからなんですよ。でもね、こんなこと言ってますけども、現代人ね、皆さん、現代人、僕を含め現代人はですね、野菜を取らなすぎなんですよ。取らなさすぎています。だからね、とりあえずはまあ気にせずにね、たっぷりと野菜を食べることからね、まあ実は始めてほしいんですけどもね、まあちょっとそれ置いといてですね、腸の中にいてるね、善玉菌ってあるでしょ？あいつらをね、しっかりとね、育ててあげなければならないんです。腸活をするためにはね。だからね、餌をあげてあげるんですよ。善玉菌に。ね。そのためにね、より善玉菌の餌になりやすいものを選ばなければならないんです。それが水に溶ける水溶性食物繊維なんですよ。水溶性食物繊維はね、海藻類とかね、まあ、果物などに、ね、多く含まれるんです。まあでもどっちか言ったら海藻類食べてほしいかなと思うんです。果物はね、果物の糖分も結構高くなってしまうんでね、できれば海藻類を食べてほしいです。わかめ、昆布、海苔、ひじきね、結構この4つってね、すぐ食べれますよね。売ってますよね。で、わかめなんか、増えるわかめちゃんとか使ったらね、なんぼでも食べれるじゃないですか。安いしね。だからすぐ食べれるんでね、もうぜひね、実行してほしいんですけどもね。ちなみにね、発酵食品などのね、発酵食品などと善玉菌あるじゃないですか。そんなんも合わせてね、この水溶性食物繊維をね、結構バランスよく取ってもらうとね、より効果的なんですよ。だから発酵食品で代表的になるものって言ったら、味噌汁じゃないですか。味噌汁にわかめ入ってますよね。それってね、まあ、昔の人の知恵なんでしょうね。そういうのがこう、しっかり考えられているのかもしれないんですけども、いい感じにね、味噌汁ってね、腸活できるんですよ。まあ、それもちょっと置いといてですね。で、そうすることによって、腸活性化、腸の活性化がされてですね、交感神経と副交感神経のバランスが良くなって、血圧も安定してきまして、それで血流が良くなるでしょ？スムーズになってくるでしょ？血流がね。で、そして、この些細な不調であるね、頭痛、肩こり、便秘、腰痛、慢性疲労、食欲不振というものなどなどがですね、回復傾向になりますし、で、食物繊維が大好物である善玉菌が増えてくれて、実はね、痩せ型のね、腸内細菌のというものになるんです。腸内細菌の塊のことですね。腸内細菌群って言いましょうかね。でも群と言い方はせずに、腸内細菌のというふうなね、まあ、腸内細菌の集まりです。それになるんですよ。そして、そこで生成されるね、短鎖脂肪酸もね、増えるので、さらに痩せやすくなるんです。短鎖脂肪酸というのはですね、腸内で生成されるものでして、これがしっかりと増えるとね、実はね、満腹感もね、生まれるんですよ。これによって食べ過ぎを防ぐことができるんです。そして、全身の交感神経にあるね、短鎖脂肪酸のレセプターというね、簡単に言うとね、受け入れ口ですよね。そこにね、短鎖脂肪酸がガツンと入って結合してくれて、交感神経節というところがですね、刺激されて、代謝が上がります。なのでね、代謝が上がることによってより痩せやすくなるんですよね。はい。という、これらのメカニズムを働かせるために、食物繊維、ね、特に水溶性食物繊維である海藻類、わかめ、昆布、海苔、ひじき、ね、この4つをね、食べてください。でもね、気をつけてください、皆さん。海苔をはじめとするわかめ、昆布などのね、まあ、海藻類、ひじきもそうなんですけどね、その海藻類というものにはですね、ヨード、ね、カタカナでヨードというね、ミネラル成分がね、多く含まれていまして、で、このヨードにアレルギー反応をね、起こす方が少なからずやいらっしゃるようなのでね、まあ、
そうなると、あのね、まあ、喉のね腫れとかかゆみとかね、とくしゃみなどね症状が出た場合には、この尿道アレルギーの反応とね考えられますのでね、食べるのを控えておいてください。はい、そんな感じで、食物繊維かっこ海藻腸活で、血流改善痩せるというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。